乱斎は乱斎はは、中国の代表的な仙人である八仙の一人。字は、要素。ン八仙は花籠。少年や青年、女性といった様々な説がある。当の人。いつも破れた藍色の長んに三寸幅ほどの黒い木の皮を腰帯代わりに巻いており、腰には墨で汚れた板をぶら下げている。片足には穴の開いた靴を履き、もう片足は素足であった。 夏は、上着の下には大レを重ね、猛暑の中遊び回っても汗をかかない。冬には服を脱いで一重になり雪の中を遊び回るが、吐く息は全く白くならず、雪の中で寝ても体から湯気が出ていたという。街へ出ては、長さ三尺余りの大きな瓶座皿でリズムを取りながら、東歌という新体詩を歌い、酔えば踊り。 老若男女は皆彼の後をついて回って面白がっていた。彼の歌をよく聞くと思いつくままに口からま任せを歌っているようだが、実は仙道の教えが込められていた。しかし誰一人それに気づく者はいなかった。彼の踊りに対して線が投げられると縄で縛って持っていく時もあればそのまま放っておく時もあり、持って帰ってもそのまま小敷にやったり、酒屋で一杯やったりと、 あまり気にすることはなかった。彼は、神出鬼没で、現れたと思いきや、すぐまた不意にいなくなってしまう。たびたび天下を周遊しており、いつまで経っても年を取ることはなかった。同じ八千の利撤回と会い、道を論じ合うこともあったという。ある日、蔡和が城の堀端にある酒屋で飲んでいると、天から、ーの音が聞こえてきた。 ショーの音とともに舞い降りてきた白鶴に乗って急いで見に行こうとしたが、その際、彼は長さんや靴、帯、瓶座皿などを振り落としてしまった。それらは彼の姿が雲間に消えると同時に消え失せたという、ありがとうございます。